パー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 、またやっちゃった。ヌンクの悲劇がセカンドシーズンに入ってしまった。で、チャマのスタメンで大活躍していた、ロリス、あの、スーパーキーパー、ロリス、クリアリングだけ雑魚で、わざわざフリーの選手の方にボールを弾いて、セカンドボール拾われて、無人のゴールによく決められていたロリスが、あの可愛いやつを、打ってしまった。もう邪魔にウィレをやる記録は残されておらんのだ。だけどもどうやって転んだかでなく、そこからどう立ち上がるのかが大事だよってツイッターのなんかフォローしてる名言ボットみたいなので、リンカーンのありがたい言葉いただいたから、チャマは、1万 GP じゃないや、1万円まだ課金しました。ほとんど金が来ない。1万円でキーパーガチャ引いて、黒が来たのがね、4回ぐらい？もう全然来ないのよ。もしかしたらロリスとかもっといいやつが来るかなと思ってたんだけども、来ないね。結局こいつが来てしまった。こいつ、ということで、今頑張って TS 上げて育てております。チャマの正ゴールキーパーはロリスに代わってカラッソ、このあんまり体型スタイルがよろしくない、なんか畳一枚みたいな四角い体のこの男を、チャマはなんとか頑張って次の新しいいいキーパーが出るまで育てなければいけません。まあ運が良かったのか、今日は日曜日だから、SIM コンペやってて、まあ TS 簡単に上げれたけど、じゃあマンチェスターハーランの幕開け、全然いい選手が来ないよ。でも900、1000、とりあえず1000も目指して頑張りますので、しばしお待ちを。今日はこの辺で、涙のジャマお、チャマンギニョルだ。さようなら。ばー、もうみんなはウイレ楽しんでるんですか。サワディーか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。